全然いいんで、うん、次から出てくる芸人があのボケたらあのできれば笑ってください。やりづれえだろ、そんなの。お願いします。いや、とてつもなくやりづれえ。そういうんじゃなくて、そういうんじゃなくて、そういうんじゃなくて、あのすごい先輩で、いやその後フォローするの大変だから、それは嫌な先輩で。お願いします、それだけお願いします。そんなコビコビダメでしょ。そういうんじゃなくて、本当に。そういうんじゃなくてじゃないでしょ。いや、本当にあのやりやすくなるんで、他の人が。やりづらいでしょ。僕らはいいですから、本当に。いいから、それ何言ってんだお前。いや、でもね、こうやって言ったけどね、今ね、本当は怒ってんの。もうめちゃくちゃでしょ、感じめちゃくちゃよ。いや、怒ってんだよ。怒ってんの？怒ってるよ、もう簡単だもん。珍しいじゃん。もう見りゃ分かるでしょ、表情見れば。もう平和的な顔してるってよ。いやいやいや、ガンジーかと思った。いや、ガンジーって面白いこと言うの、お前は。そんな言わなくていいだろう。面白いこと言うの、最近あんまり受け良くなかっただろ。最近面白いこと言うの、お前。今まで面白くなかった言い方やめろよ、お前。違うんだよ。努力してんだ、俺。最近ね、僕ら満響入ってるんですけど、漫才協会ね。漫才協会がね、結構バカにされるんですよ、マジで。マジで？本当に。マジ？マジ。あの、売れないとか、古臭いとかね。いや、そんなことないんですよ、満響は。そんなこと言うの？本当に。そんなこと言うの？あのね、いいとこいっぱいあるんですよ。あ、そうですね。漫才協会いいとこたくさんあるよ、それ。で、何がいいってね、漫才協会行ったらギャラもらえるんですよ。金の話？いや、本当に。いや、今若手ライブでお金とかもらえますかって話だよ。まあまあ確かにね、ライブ出てもあまりお金もらえないよ、そりゃね。ギャラもらえるんですよ。まあまあ確かにもらえる。でも、聞いたら絶対羨ましいと思うんですけど、一回舞台立つじゃないですか。一人、1500円ももらえるんですよ、これ絶対。妥当だろうよ。いやいやいや、本当に。1500円妥当じゃない。1500円もですよ、だって。もう1500円もらったら、何でもできますよね、だって一回。何をするかによるだろう。いや、本当に。ゲーセンからすぐ終わっちゃうよ。何でもできますよ。いや、UFO キャッチャーで終わっちゃうでしょ。しかも、あの、税金引かれて今、1350円ぐらいなんですけど。そんな言わなくていいだろうよ。いや、でも、そんな言わなくていいじゃん。それでも150円ぐらいしか税金引かないんですよって。いや、いいでしょ、そんなお金の話なんて。いや、ほんと太っ腹ですよ、マジで。いや、太っ腹じゃない。税金だから仕方ないでしょ、抜かれるんだから。で、40年間やってるベテランの人とか、一舞台5000円ももらえますからね。妥当でしょ、だから。いや、本当に。もしくは、もうちょっと低いくらいだよ。もう言うしてるだけ。いやいや、5000円あったら、満響でその日一番お金持ちですからね。いや、どんだけ貧乏なんだ、さっき。ほんとに、マジで。そんなことない。お金いっぱい持ってるでしょ、師匠だって。いや、ほんとに、これが一番いいとこなんですよ。いや、お金の話じゃん、結局。で、あとね、何がいいって言ったら、浅草のね、目の肥えたお客さんの目の前でこれできるっていうね。これ確かにね、若手としてはやっぱそれがね、一番勉強になるんですよね、そういうのがね。これ本当にいいんですよ。本当にそう思います。あの浅草のお客さんって、ものすごくよく聞いてくれるんですよ。ああ、そうなんですね、最後までね。ね、で特徴があって、みんなね、目つぶってちゃんと聞いてくれるんですよ。寝てんだろ、それ。いや、俺は黙った。いや、そういうんじゃない。いや、そういうんじゃなくて。そういうんじゃなくて、唾がすごい飛んでる。いや、そういうんじゃなくて。また飛んでる、おい。いや、そういうんじゃなくて、恋なんじゃねえか、本当に。あの、いや、それつまんないから寝てる。いやいやいや、よく聞いてくれてるんですよ。寝てんだよ。で、中には腕組んで、下見てこうやって聞いてくれてるんじゃねえか。いやいや、本当に。どんだけつまんねえんだ、俺の漫才。いや、マジで。マジじゃねえか。本当に。で、一番いいのが、舞台立ったことないと思うんですけど、浅草の舞台立つとすごくね、気持ちいいんですよ。まあね、すごい伝統のある、すごいいい舞台なんですよね。これ、ほんとそうだよね。そうそう、それはそうですよ。前の人がお酒とか飲んでるから、すごいブーンと匂いがしてきて気持ちいいんですよ。酔っ払ってんだろ、いやいやいや。お酒飲みながら酔っ払ってんだろ。いやいやいや、そういうんじゃない。そういうんじゃないんだよ。そういうんじゃなくて。酔っ払ってんだよ、それは。そういうんじゃない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 よ、お前。もう一回やりたくなっちゃう。どういう発作が起きてんだ、これ。いや、ほんとに。マジで。酔っ払ってるから、マジでやりたいみたいになってんだろよ。でね、あとね、みんなね、あの、満響の人ね、おっさんばっかでしょって言うんですけど、いや、あの、ほんとおっさんじゃないんですよ、マジで。そんな言い方すんの？いや、するんですよ。それはちょっとネイクラなんでもイラッとするよ。いや、これほんとにイラッとするんですよ。ねえ。ほんとにおっさんじゃないんですよ、ねえ。あの、全員おじいちゃんなんですよ、お前が失礼だろうよ。いやいやいや、そういうんじゃない。それだったら青空急におじいちゃんとかなっちゃうから。いやいや、ほんとにおじいちゃんなんですよ。おじいちゃんじゃねえ、師匠だぞ、お前。師匠に、おじいちゃんにね、あの、おじいちゃんって言うんじゃないよ。おじいちゃんにおじさんとか言うと、ほんと怒りますから。いや、お前が怒られるぞ。いや、これほんとに。師匠に対しておじいちゃんって言ってんだろ。いや、みんな年金もらってますからね、ほんとに。そんな余計なこと言わなくていいし。ほんとに。それでなんとか気にしないでとか言わなくていいよ、お前。あの、ほんとに怒られますよ。いやいや、お前が怒られるよ、お前。でね、理事会でいうかな。みんな知らないんですよ、マジで。あの、おじいちゃんのネタ見たことないし。おじいちゃんって言っちゃってんじゃん。いやいや、ほんとに。ダメだよ、師匠なんだから。めっちゃウケるんですよ、おじいちゃんのネタ。確かにね、そのね、持ち時間20分あるんですけど、本当にずっとね、ウケるんですよ、それこそ、毎回。だって、ずっとウケるんですよ。40年間ですよ。そう、毎回ウケる。40年間、1本のネタでずっとウケるんですよ、だって。他のやることがねえみたいじゃないですか。いやいやいや、他にやるネタがないんじゃなくて。そういうんじゃないんじゃなくて。いや、他にやるネタがないから、いや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 、本当に。え？できます？飽きずに。飽きずにって言っちゃってんじゃん、なんか。俺、できないもん、そんなに。いや、できない。自分はモチベーション高いから、そんなことやりませんじゃないよ。てか、逆にどうなんすか、本当に1本しかないって。疑問停止はダメでしょ。いや本当にどうなんですかこれ。どうなんすかじゃない、ダメだよそんな形。1本だけですよ、だって。いやそれは仕事だからね、それやるしかないでしょ、漫才それしかない。青空球児工事賞とかゲロゲロってあれで売れたんですけど、もう今ゲロゲロって一切言わないですから。言わなくていいだろ別に。本当に忘れちゃってるかもしれないだろ。絶対言わないですからね。そんな変なこと言わなくていいでしょ。どうなんすかこれ本当に。いやどうなんすかじゃないよ。お前がどうなんすかよ、そんなの。でね、結構お金持ってないって師匠言われるんですけど。まあまあバカにされるけどね。いやお金本当持ってますから。まあね、実
持ってますよ。いや本当に、ね、だちゃんと舞台終わった後しっかりバイトしてますからね。マジでトップシークレットだね。いやいや本当に夢の概念。そういうんじゃないんじゃないんじゃない。しっかりバイトしてるんじゃないんだって。そういうんじゃないんじゃないんだ。いやあの終わった後ちゃんとキャバクラで呼び込みしてますから、ね、そう言っちゃいけないやつだろうがよ。若手と一緒に簡単なあの簡単でやってること言っちゃいけないんだよ。本当に声がいい、声がいいって支配人に褒められますからね。何が嬉しいんだよ、そんなこと言って。40年漫才やってんだぞ、お前。どう思いますっていうか。いや、どう思います逆に。いや、それ言っちゃいけないでしょうよ。で、若手が、全然褒めてないじゃん。で、これで若手が、うん、牛丼の松屋行ったら、師匠が働いてましたからね、これ本当に。悲しいよ、もうそれ。で、悲しい以外ないよ、それは。普段は、ね、師匠にお茶出すのに、その時は若手にお茶出したって言ってました。ないよ、ないよ、ないよ。マジで、そんなの、そんなの、マジじゃないよ。気まずくて仕方ないでしょ、そんなの。受けるよね、これね。受けるね、しちゃってんじゃん、もう。面白いでしょ、これ。面白い話をしてるわけじゃないでしょ。中野にある、ね、あるから、ね、中野坂上とか言っちゃいけないんだよ。面白いからもう店まで分かっちゃってんじゃねえかお前。いやだからね、えいやだから嫌なのそうやっていろいろ言われるのが、ね、いやまあ確かにね、漫才協会のことをまあ言われたらそれ腹立つよ俺だって。だから今の俺の話聞いて、はい、満響絶対バカにしないでくださいね。お前が一番バカにしてんじゃないか。どうもありがとうございました。